先生トンビ、はい、第24回目始まりました、はい、ラジオなんで2人じゃないんで、はい、大丈夫なんで今日も盛り上げていきましょう。おはい、最初2人ですいませんでした。怖かったですね、本当にかといって3人っていうわけでもないんでまだ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 あのフェイスがあるんで、はい、全然、もう秋ですね。あ、自分ですね。秋とかけてるのか分からないんですけど、はい、まあ、秋ということで、あの10月3日、はい、昨日が僕の、リアルバースデーで、20歳にならせてもらいました。おめでとう。ありがとうございます。ほらもう、あれ、あ、じゃあ僕 MC じゃね、大丈夫なんで怖い怖い怖い。そうで、その10月3日が、誕生日で20歳になりまして、はい、昨日本当にケーキ何個食べたかなってぐらいケーキ食べて、はいはいはい、みんなに本当祝ってもらってすごい良かったんですけど、めっちゃ食べてますもんね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれは、はいはい、で、20日がね、あの一応イベントとなってるんで、バースデーイベント、バースデーイベントで、はい、今月結構ありますね。ありますね。なんか一番多いんじゃないですか、イベントは。ハロウィンもありますもんね。ハロウィンと、はいはいはい、なんだろう、俺の自分のバースデーと、なんかなんだっけ、あとなんだあとなんだっけ、あれもうちょっとあった気が、あと収穫祭、収穫祭、ああとなんかもう一つありますね。そんな感じですよ。はい。まとめでこれ乾杯しましょう。遅刻は来てから、はい、分かると思うんです。乾杯。本当ですね。焦りますね。朝来て誰もいなかったですからね。本当に。バッて来て。はい、あれ？やばい、やばい、Vさんに怒られると思ったら俺もちょっと待ったで、結構間に合うかなと思ったらもう監視してて、ね、結構気まずい空気でしたよ。かなりね、すいません運動、ね、は良くないかな。若い自分らでどうにかしましょう、もう、うん、本当に俺らが看板になっちゃうみたいな。平均年齢全然もう20歳ぐらいですね。20歳ぐらい、うん、上いないから、ね、上いないですよ、ね、上いない、俺が、あ、俺が一番上、いや、まだまだ俺忘れたらあかん、本当に俺も一番。はい、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、身長だけ、身長だけ一番、身長だけ勝ってるよ、身長だけは本当にね、はい、テレビでも分かるもんね、モニターでもね、結構すごいでかい、なんか、合体の横がみたいな。俺もう、またせいや、またせいやめっちゃうまーうまい、一人ね、シュイアッピー早くうまー俺怒ってる、シュイアさん結構もう人気ですもうもうですもん、もうちょっと減らすんだから、もうもうさんになっちゃう、うん、これ嬉しいね。でも石田さん今日あの来るはずですね、はずなんで、はず、はい、もうね、いつもなんですけど、シュヤピーいないとき、シュヤピーはシュヤピーはすごいですもんね。あ、そう言われて言うと、じゃあシュヤさん出るの初めてかもしれない、僕。おお、いや、違うです、私の王様とかを、まあまあまだよって全然やらないんで、アキさんかっこいい、アキさんね、アキさん、アキさんアキさんまだやらないですけどね、今年を。最近どうですかね。いや、もう本当にね、まあ、秋になって、もう今日の気温は本当冬じゃないかな、本当、ね、めっちゃ寒かった、やばかったよね、外出て俺失敗しましたよ半袖しか着てるとこ見たことないもん ね。いや、ないかなって言われるじゃん、ね、ちょっと直といいよ、あれは秋といえば、はい、秋といえば野菜、野菜、野菜、どんなあれなの、え、そう言わないですか、なんか野菜ってよく、あのね、食欲の秋っていうよね、そうそう、あ、お芋じゃなくて焼き芋とかね。最近自分あれですよ、あの秋だと思って髪の毛染めたんですよ、もみじ色に、もうちょっともみじ色に
でも、もみじ色に近づけようかなと思って。いや、でもなんか、はい、色良くないですか。ほんとですか。なんかピンクっていうか、そう、なんか昨日あったんですけど、気づいてくれなかったんですよね。結構相手言わなかった。フォロー、一応フォロー、フォロー、フォロー。大丈夫ですよ、この辺結構なんかあのモーツァルトみたいになってるけど、グワーンなってる、うん、結構バレてない、バレてない、バレてない。いや、わかるでしょ、絶対わかる。意外と、鮮明に映ってるものだからね。やば、結構ちゃんと見えるから。ほんと、音楽室に飾ってあったもんね、こういう髪型でね。もう、あなたの時代に使われて思うの。やったらしかない。やるしかない。でも、秋といえば、でもあれだよね、この時期、体育祭とか、運動会の時期。スポーツとか、ね。ああ、はい、中学の運動会とか楽しみでしたもん。いや、中学は体育祭だけど、中学は運動会じゃないけど。え、俺運動会って言ってたんですけど。本当です、本当です。俺の学校は運動会って言ってたんです。体育祭よ。本当に。結構なかった、その中学情けないと思ったんですけど、恥ずかしいわ、恥ずかしいわ。俺は結構恥ずかしかったんですけど、なんか運動会、なんで運動会って言うんですかって言ったら、いや、それは小学校だから絶対聞こえてないけどね。あ、昨日体育祭だったんですか。あ、もういいな。リレーとかしたんですかね。するだろ、一番あれメインイベントみたいな感じだから、うん、玉投げ、カメラ心霊系じゃないと、なんか怖い感じなの、ね、いや、もうあれ僕はね、あれ足がすごい速かったから、はい、もうね、小学校2年生から小学校6年生までずっとリレーの選手で、へぇ、小6の時はアンカーでね、はいはいはい、すごいっすね。1、2、3年と4、5、6で分かれるから、はい、小6の最後の本当にアンカーで、めっちゃ俺のチーム速くて、これ勝ったべみたいな思ってて、はい、まあ俺、速いって言っても6人中、はい、まあ4番目に速いとか、おー、そんぐらいの速さだったから、はい、みんな周り速くて、で、俺最後アンカーで1位で、もう2位とね、結構あった、20メートルとか30メートルぐらいあったんだけど、最後、俺抜かされてアンカーでやばっ。だからもう、普通に運動会つまんないと思って、はい、自分も結構足速かったんですよ、うん、で、なんか、地区の、何ですか、陸上大会みたいなのありませんでした。あ、あったあった。あれで、あの選考会みたいな学校でやるんですけど、自分ジーパンで走っても選手になりましたからね。お、野生児だもんね。ジーパンで走っても本当は足が速い、ね、めちゃ足速かったんですよ。せいや足遅そうだね。俺遅いんですよ。遅い、うん、100m14 秒ぐらい速くね。速いじゃん、速いだ、結構速くね。学校速いすぎるって。12秒とかいますかね結構いいところ行くじゃん。陸上部っすよね。ああ、陸上強かった、強い中学校なんだよ、みんなは陸上に行くから。確かに、せいやは柔道っぽい。え、でも柔道をやってたんですけど、1週間ぐらい、1週間ぐらいしかやってない。せいやね、ごめんでも腹でかいもんね。格闘技って思われちゃうんですよ ね、やっぱり。だけど好きだったでしょ、格闘技。あ、ほんと好き、好きすぎて今もやりたいな、みたいな。そうですね。もう今ね、はい、ルイさんがやってきたことによって今話そうと思ってて一気に飛んだ。本当もう。はい、ということで、はい、一応ね、メンバー降臨してきたんで、とりあえず、はい、一度 CM に入りますね。はい、はい、はい、お願いします。お願いします。君は僕のことどう思ってるかわからないけど、僕は君のことが好き嫌い好きだろうか、ハニー。つけてんな、俺。しゃあ、俺もう100人力になってきた。よし、さっ、一気に100
確認。いやあのね、スタジオの前でね、はい、びっくりしましたよ。はい、もうカバーが逃げてましたね。変わりますよ、ね。首が繋がれてるカバーがね、逃げてます。捕まえました。怖い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 。捕まったんすか。いや捕まえましたね、モックソ。あー、はい、あーバーンやばいやばい、知らされるんですか。秋にそっくりだった顔は。あ、違います結構、まあ、結構動物に似てると言われる。やっぱり、やっぱり、はい、あるあるある、特にキリンに。よし、どんどん、はい、あ、もういいよ、どんどん質問して、拾ってこう。もうすぐ拾う、すぐ拾う、すぐ拾う。わ、もうせいや、すごいじゃん、今日も194で身長が変わらず、毎日かいな、毎日一緒ですけどね。V もでかいって書いてあるよ。何がでかいんですか。全然でかくないですけど。下ネタか。下ネタ怖い。絶対そうなると思ってたけど。絶対そっちだなって。やっとしたらでかいです。やっぱりね。知らない人がいたんだ、194っていうことを。あ、言ってなかったかもしれない。もう安定の194。安定ではないけど。安定のって流行ってんのかな。結構使ってるって。本当にでも安定のって。本当そんなこと言ったら安定の AJ だよね。まあそうですね。安定の、はい、そうなんです。安定のコンビなんで。ああ、本当だ本当だね。ありがとう。ね、あ、初めて見てくれてる方も。あ、いるのね、いるのね。もうね、昨日初めて、はい、このトンビ上でね、LINE の ID を載せたの。前回出てないから、前々回か、はいはいはい、すぐ、連絡くれた方がいて、もう私は、夕方の6時の放送に間に合うように急いで帰るのが金曜日の日課です。うえー、おい、嬉しい、はい、何しとんねんって思う。逆にこのまま怒っちゃう。泣いちゃうよ、俺泣いちゃうよって思う。これは嬉しいです。いや、ほんと泣かさないでください、てんてんてん、笑っとくったけど。なんで笑い入れてますね。ほんとほんと。ね、言った。ホスト嬢がもう、なんだっけ、なあ、誕生日ですか、うん、あ、言いました、言いました。あー、もうめでたいね。バッチシ、いやー、楽しんだ。うん、もうすごいじゃない。俺、はい、俺はもうね、今月誕生日なんですよ。そうなんですよ、お誕生日。27ですよ。ああ、嬉しい、ありがとう。僕は全従業員の誕生日大体把握してるんですよ。すごいじゃない、大体把握してますよ。せいやは、あ、ちょっと分かりました。早っ、早いわ、クレイ君の。ソフト。それはせいやに問題があるわ。6月19。違う、あれ違う、でもいいやん、それで惜しい、いいじゃん、そうしましょう、そうしろよ、そうしろよ。10、親に言っとけ。俺19だよ。変わったから。ピーピー、いいこと送ると性の対象に見られるよ。ありがとう。ありがとうなんですか。ありがとう。ほんとそうですよ、僕みたいなもんは。見てしまうんですね、やっぱ。もう、ほんとに見てるからね。本当にいい女、いい女だけね、性の対象としています。はい、いい女の基準についてはね。もうね、僕のことをいいっていう人は全員いい女。せいや、キモって書かれてるよ。何があった？何が、僕ないよね、そんなそこはねしてね。そんなそこはね、悪意しか感じないの。悪意しか感じない。そんなそこはね、今日外ね、こう東京なんか人多いじゃないですか。はい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 、外歩いてたりとか、うん、見てきたんですけど、半袖僕一人目ですね、今日。やっぱり、はい、いやー、俺も迷ったよ、もうずーっと立ち鏡までこっちかな、こっちかなって。それでちょっと両方ともバーンって捨てて、はい、全然関係ないですけど、関係ないですか。服に関してね、言うとね、やっぱりもう本当にね、服がね、本当オシャレなの。そうですね、それで、ね、俺は秋冬は青を着るからね、先に宣言した。あ、言ってましたね。あ、かぶ、はいはい、りたくない、かぶらない。そうもう本当にいつもそう思っててね。で、今日も青を着てますけど、はいはいはい、赤がね、赤がちょうど被んなくていいなと思うんで、はい、そうなんですよ。おー、一回司社長とね、はい、彼が上がオレンジで下が黒、はいはい、で、俺が上が黒で下がオレンジっていうことがありましたね。
気持ち悪いなんかあのコントの、ね、もうコントのなんだろう S 曲と N 曲のなんかコントの人かなって思ったぐらいの本当に、ね、ありましたねありましたね大正反対だね、はい、さっきねいい質問書いてあった俺は見逃さなかったよはいはいこの寝起き15分と思えないぐらいの知力でねはいいい女の基準はって書いてあったこれこれいいじゃないあーいいねなるほどいい女の基準、ね、いい女の基準いい女の基準これはもう聖あたりから行きたいかなー聖あたりから聖や女を語るタイトル変更聖やいい女を語るはい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 いい女を語りましょうかはい、はい、語っていい女の基準基準まあ、可愛いのとまたいい女とまた違うからね。そうですね。これはね。あ、自分はご飯の時やっぱお上品の方がやっぱ綺麗に見える。それだけでだから。なるほどなるほど。ご飯。ご飯食べてる時なんか。ってことは過去にちょっと下品というか。いたんですよ。ああ。食べてる時くちゃ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 ゼロ。ご飯落とすやつもいるんですよ。ピッコロさんの弟子の話です、ね。そうです。ピッコロの弟子。ピッコロさんの弟子なら。はいはいはい。そうだよね。ああ。わかるわかる。食べ方が綺麗な人はいい女だなと思う。そこだけで。ああ。箸の持ち方。あ、そういう箸の持ち方も結構見ちゃう。はいはいはい。意外やね。ちょっと意外や、ね。いや、俺もせいやがね、そんなね、普通なこと言うと思わなかった。いや、本当ですよ。嘘とかこの場面とかじゃなくて。逆に言ったら何を普通のことを言うとんねんっていうのもある。ぐらい。なんかトコゾーズとか言うのかなと思って。そう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 。意外とね。そこはね女性なの本当はね僕の食べ方下品って書いてる人そうなのかな見たことあるんですかねこの人何回か一緒にご飯食べたことあるけど全然気にならなかった全然僕も気にしなかったマナーいい方全然めっちゃ、まあ、誰やお前金払って調べたの2万ぐらい払ったら調べれるからいやもうほんとねほんとねね、あるけど、じゃあちょっと順番だから、じゃあね、リーダーにも聞いてみようか。僕ですか、いい女の条件ですか、うん、はい、まあ、すごい簡単なようで、なかなかできる子が少ないんですけど、はいはいはい、まあ、嘘つかない、疑わないですね。あー、なるほどね。嘘つかない、疑わない、はい、なるほど、なるほど。あと、ためないですよね、やっぱこう、何でも言ってほしいタイプなんで、うんうんうん、結構あの、気使うと思う、うん、思いっきり言っちゃうタイプなんで。ああ言うよね、確かにね。男女問わず結構もうパッて言っちゃうんで、はい、逆にパッて貸してきてくれるぐらいの方がいいんですよね、うん、こう後で実はこんな思ってたのにみたいなのを知った方が怒ってしまうんです。なんで言わへんかったんやっていうことに怒ってしまうんです、内容に怒るんじゃなくて、はい、先に言ってくれればね、うん、いいからね、やっぱりね、わかる。それがまあ、そうですね、一番重要なところなのかなと。わかるわかる。でもね、はい、俺もやっぱり今30でつくづく思うけど、あのホスト始めたばっかの頃とか、若い時はやっぱり嘘ついてたね。はい、やっぱりどんどんつかなくなってくるね。あの、なんていうのかな、めんどくさいし、はい、やっぱりね、本当に。それはね、相手の女性にも言えることだけど。僕も嘘つかないから嘘つかないでねっていうのはあるよね。はい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 。それは違います。ね、どうですか？真ん中に座ってるけど。あ、はい、真ん中に座ってるんですけど、うん、やっぱあれですね、女の人だとやっぱ清潔感ある人がやっぱいいかなと思うんですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、い、なるほどなるほどなるほどね。はいはいはい、清潔感ある人は、うん、清潔感ね。そうですね。まあ、人それぞれタイプはあるじゃないですか、女性の人に対しての、うん、そういうんじゃなくて、清潔感がある人がいい女かなと思いますね、うん、なるほど、はい、そう来たかそう言っちゃいました、はいはいはい、そう言っちゃいました。なるほどなるほどなるほど、大事だよね、清潔感ね。そうですね、あるある、わかるよ、すごいわかる、間違いない、うん、間違いない。ねえ、そうですね、あるよ、左に聞こう。まあ、あのね、もう一番僕的に清潔感ないと思うのが、あのプリン。あ、プリン、わかる、それだ。あたらにプリンのなんで、あんな清潔感ないものの例えがあんな可愛いプリンっていう例えなのかも。ほんとだよ、納得いかないんですよ。あー、ほんとだよ。もうそうっすね、僕あのプリンめっちゃ好きなんですよね。なんでそんなもの のプリンがね、なんでそんなものの例えに使いやがったんやと思って
本当にね、でもその分かる、その後で使ったやつも今日金払って調べようかな思って。いやーでも調べよう調べよう調べよう。いやーでもプリン好きだよね、ほんとね。だってね、俺あのおじゃる丸見てたらルイのこと思い出した。あの連想で飛んでる。イコールおじゃる様って思ったもんね。たまに自分のことマロを言ってます。たまに眉毛描く位置間違えちゃうね。あやってしまう。そっちのマロじゃないですか。こんだけいてもやっぱもうルイしか突っ込んでくれない。おい、いや僕行こうと思ったんですよ。テカテカの挨拶来て。テカテカの当たり強い。あと画面越しじゃ伝わらないんですけど、あのシューヤピーのシャツもちっちゃいドットが細かく入ってるんですよ。まあそうなんですよ、これ画面越しだと。ああそっか、一色に見えちゃうんです。ちっちゃいドットで ね、もう、S、E、T ドットをつなげていくと S、E、T そこはね、僕これ何柄か伝わってるんですかね、これは。ああ、うん、これあの虫止まってるんちゃいますからね、もう今日は。まあまあ見ようによってはね。まあ、何柄っていうのそれは。これはレオパードの。あレオパードね。ヒョウ柄の。ヒョウ柄ね、はい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 、はい。まあ、動物占いが黒ヒョウなんですよ。ああなるほど。ちょっと黒ヒョウっぽい柄のことを一着持っとこうかな。なるほど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 。かっけえな、動物占いね。みんなね、動物すごいっすね、あれ、うん、そうですね。じゃあちょっと俺が独断と偏見で決めるわ。あ、お願いします。で、ルイが、はい、黒ひょう、はい、もう、はい、もうそうです、そうですね。せいやはカバ。俺超わかったもん。もうめっちゃカバ。でも、嬉しいです。本当にカバは水陸どっちもいけるから。あ、精神的にもカバ。カバって動物界最強説がある。ああ、実は皮膚も強いし、あと可愛いです。もうこれ全部開くからね、バーンって。この力はもう本当にすごいって言います。もうすんごいコンクリートを砕く。そう、砕く、砕く、へぇ、砕く。秋は、はい、秋はね、ジャンガリアン。ハムスター。ハムスター。ジャンガリアン、ハムスター。ハムスター。あの、夜中にうるさいタイプです。よし、もう寝ようって思ったら車輪でガッ。それうるさい。お前狙ってるだろうっていう。タイミングを。いつはしゃぐねん。もういい。いつ足腰鍛えたいねん。いつ足腰。温度あるね。ね。温度上げる。ホスト長はどう思う？みんなホスト長のことどう？どう？動物占い。動物。動物に例えたら。首がないキリン。しょうもない。アルパカ？もうキリンじゃない。キリンのいいとこなんか。あ、でも子犬って書かれてるけど、でも子犬っぽいよね。本当ですか？子犬っぽいですか？うんうんうん。あ、でも言われたことあるのが、なんだっけ、ダルメシアンじゃなくて、ポメラニアン。ポメラニアン。ポメラニアン。ポメラニアンに似てるって。ポメラニアンに似てる。ポメラニアンってあの犬で一番頭が悪いらしいんですよ。なんか一番頭が悪い犬がポメラニアンらしい。わぁ、きつっていう意味でポメラニアンって言われる。俺ポメラニアンめっちゃ好きなのに。本当ですか。可愛いですもんね。めっちゃ可愛い。知りたくないね。知りたくない。あれだよね、でもなんていうのかな、それも込みで可愛いけどね。うわ、お前なんです、ね、こんだけ剣士の中で一番バカなんだって思ったら、うわーって思う。俺が守ったるって思う。確かに、僕もあの犬飼ってたことあるんですけど、なんかちょっとアホほどちょっと可愛くなってくるみたいな、分かるんですけど、散歩の途中に僕の犬寝やがったんですよ。散歩中に寝るんですよ。すごい、つまんなかったな。まあ、あのつまんない。どんだけ散歩いいやって思って。でもあのほんまこんな感じで散歩連れてってくれみたいな感じで来て、ほな行こうと思って行っとって、でずっとあの何ていうんですか、こう匂い嗅ぐのマーケティングって言うんですか。あれは何て言うんですか。マーキングマーキング、マーキング、やめてやめて。俺もうやだ、そういうルイのそういうの聞きたくないわ。マーケティングって何ですか。マーケティングはあのその経営者がよく使うのね。
あの市場を調査して、はい、より売れるものを作ったりとか、そうそうそう、そういうビジネス業務めっちゃ上げ足取ってるやつ、やばいやばい、もう調べよう、こいつもマーケティング。でも逆に言ったらやっぱホストっていう仕事だしね、その市場のことをそれだけ考えてる。歌舞伎町どんな女の子を楽しませようかなってことを常に考えてるってことだ。そうなんです。今ここでマーケティングが出るっていうか、これは逆にすごいよ。すごい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 よ。俺だって今これ喋りながらこの後何食べようかなってことばっかり考えてる。本当に全くね、こう動じないっていうか、こんなんなってもね、なんなんでしょうね。それでその犬がマーキングしてた。マーキング、マーキング、マーキングしてる時にあの寝てしまったんですよ。え？このまますごいじゃん。睡眠薬でもしてたんだって。あるかもね。あの放ってかろうかなって一瞬。そう、もうそのままね、そのままね。だからそういうとこも可愛いなと思って。ありがとうございます。何をありがとう。ハピパーに。ああ、はいはいはい。もう一瞬意味が分かんない。もう字の。今一人の世界めっちゃ入ってます。ねえねえねえ。あのライン送ってあげてよ。ねみんな。そうですね。ありがとうございます。せいやねまだまだ新人がね、10月も新人期間だからね。あの新人を指名したいっていう女の子もいるじゃない。はいはいはい。ぜひね、彼はもうやる気も満々だから。すごいですね。本当にね。なんか ID が面白い。何なのね。いざ2012。わあすごいじゃん。2012年にもう LINE 始まったから丸分かりだね。いや LINE ID あるじゃないですか。はい。変えられると思って。うん。お今年は去年2012だから今年2013にしようと思ったら、うん、できなかったからもう。あもう知ってる人がおったってことね。はい。ああ、なるほど、そうか、そうか、かぶってるのね。はい。うん、わかる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 。なるほど、なるほど。うんうん、あるある、そういうのあるだろうね。わかるわかる。ありますね。ね。うん。アッキーナ、手って書かれてるよ。あ、自分ですかね。うぇーい！うぇーい！手で俺の顔隠すんだよ。それは本当だよ。それは怒るよ。思いっきりこの辺あったからね。ねえもうほんとね、巨人アホやろって誰のことか言わないけど全然予想つかんすよ。全然わかんないですよ。誰が分かんないですよ。誰だろう。全くもう想像すらできないから。いや僕巨人ファンなんで僕かもしれない。ああそういうことか。なるほどなるほど。ねこう最近やっぱ嬉しいニュースで言うとあの読売ジャイアンツが優勝した。めでたいね。しましたね。これはめでたい。よくあのねやっぱ関西弁なんで阪神じゃないよって聞かれるんですよ。ああ関西弁だから。確かにそうなんですよ。だから僕が野球に興味持ち出した頃が阪神がものすごく弱くて全然おもろないな思って応援してて毎回負けてるからね。であの巨人が強かったっていうので巨人ファンになってしまったんですけど。ああすごいね、こう、批判がすごかったんですよね、やっぱ。なるほどね。地元愛というか、そういうのがすごい強いんで、あっちの方は。こう、少年野球チームとか行ってても、監督とかに、どこファンやんって聞かれて、あ、僕巨人ですって言われたら、あんま喋りかけてくれへんかったりとか。いや、でも、ほんとそういう人いるよね。そうです、あるんですよ。ある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 。で、あの、阪神が、あの、負けた次の日とかは、監督のノックがめちゃめちゃ厳しくなるとか。あ、なるほどなるほど。やっぱあったんですよ。ロックおるし打とてー。だから阪神ファンじゃない言ってるやん。ロックおるし。いや俺もなんか中学ぐらいかなニュースでその時も良かったのかな阪神が。はい、でなんかガード下のなんだろうその中年サラリーマンたちにインタビューみたいなので、はいはいはい、こんな弱い阪神どう思いますかみたいなことでね。はい、ああやって負けて負けて負けばっかりで。俺の人生とそっくりやって言ってもうお前俺もそれ見て中学生ながらもうブワーもう泣けてね。なるほど。もう本当にタイタニック思い出しないでしたけど全然関係ない全然関係ない全然関係ないそんなにやってないしね。いやーね本当これね悲しい話しちゃってね。ね、悲しい話やってるのに笑ってるやついますよね。本当こら！
超マジ笑ってまうって言われてます。かわいい。誰この子、ゴリゴリの。かわいい。あの子です、あの子です。ほんと、接吻、接吻したいね。その横に。なんで漢字で言うたんすか。接吻。ね、もうどんどんね、接吻うとてってね。接吻うとってどういうこと。あ、え、知らない。はい、はい、うわぁ、知らないのかっていう歌があるんだよ。すごいいい歌、検索してみんな。へぇ、これを見終わった後に検索してね。そうですね、うん、っめっちゃいい歌。中島美嘉さんとかカバーしたんじゃないかな。へぇ、うん、そうそうそう、ね、そういうのもありましたけど、そうだね、こう終わりがね、よく歌ってたもんね、最近はね。はい、先週はやったのかな、先週はその流れなかったのかな。流れよ、流したですね、歌は。あ、リクエストあればね、そういうのやってもいいよね。はいはい、ね、やりましょう、やりましょう。ピー、手振って、で、一回振っていい。確認取らんでも、僕はあの、確認取らんとさりげなくやっとったんで、さっき。いや、怖い怖い怖い。表情変わった。ハンドパワーみたいな。今、いい夢を見れる。今、こう、あれは遠くからこう、チャラをガーッと打ったから。なるほど。これを見てる人は全員今日いい夢見れると思う。ベジータが気候波打つときと同じ。そう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 。ビッグバンアタック。ビッグバンアタック。ビッグバンアタックしたからね、ほんとに。ほんとにね。まさかね、こう両手を超えるだけでこんなにコメントが上がるとは。わー、嬉しいな。来たろ、来ただろ。どうだ。あ、昨日ね、一昨日か、昨日か、はい、あの、ちょうどね、あのバーにね、あの人が、R 藤本さんが来た。あ、ちょうど、ちょうどリアルタイムの話。ベジータの真似扉にベジータの話を笑い芸人さん来てね。はい、本当にね、あ、あ、来たなーって思ってね、ずっと俺はこう遠くから細かな工作法をかけて。どうでした？ベジータに反応しましたか？明日の満面の笑みで、あ、どうもーって言われた。いい人、めっちゃいい人。優しい。根は真面目なんでしょう、ね。根は真面目でね。本当にね。ベジタリアンは誰ですか？でもどんな会話やねん。知りたいそれ。ありがとね、でも言うよ。言うよ。答えるよ。答える。生で見た芸能人いる？誰か生で見た芸能人。僕は何人か。ああ、ちょっと教えて教えて。最近やと、うん、あのこの前も言ったんですけど、アントニオ猪木さん。うーわー、いいなー。やっぱり闘魂、闘魂も注入いましたね、うん。まあ、僕はされなかったんですけど、うん、されてる人は何人かいて。ああ、いいねー。いいなー。いやー、いいねー、ほんとですね。全然。あとはね、あの全然関係ないかもしれないですけど、あの笑福亭笑瓶さんいるじゃないですか。あの黄色いメガネ縁の鶴瓶さんの相方の、はい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 、いるじゃないですか。うん、はい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 。あの人の妹さんの人とはすごく仲がいいです。へえ、そうなの。あの子供の時からお家が近所で、うん、あのよく抱っことかされてて、一回会ってるらしいんですよ。ほんで、あー、すごいね。さんとも、はい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 、記憶がないんですけど、はい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 、っていう話。面白いね、そのね。ね、はい、だ俺的に、俺的用なんだけど、ダイヤモンド愉快見たことありますっていうのは結構ツボだったんだけど、絶妙なところ来たな。早めに。あと直接会ってはないんですけど、はい、この服とか、ズボンとかもうそ同じブランドなんですけど、はいはい、そこのお店行った時にたまたま僕はあの好きなアーティストがいて、うん、その人の真似して同じ指輪をつけてるんですよ。はい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 。にあの店員さんが気づいたのかもしれない。そこもすごいんですよね。こうピンポン押して、うん、もう薄暗い地下入っていて、ピンポン押してドアがシャッって開くんですよ、うん、はい、でピンポン押さないと入られへんところで、へえ、そこであのブーツを、ほうほう、はい、最近僕靴買ったりとはしゃいどったじゃないですか。うん、はしゃいどった。で、そこのブーツはまあまあ割と結構いい値段するんですけど、うん、で、こう指輪を見て気づいたのが、うん、ああのこの人は、うん、あの人が好きなんやみたいな。なるほどなるほど。あの方も先日来ていただいて、うん、あの同じブーツを買われてましたって言われて、うん、ああ嬉しいね。すごい。いやそれは嬉しいね。すごいテンション上がります。いやそれはテンション上がる。あるある、そういうのある、あるあるよね。せいやはどう？あ、生で言うの。生でっていうか、うん、何でもいいんですけど、なんか言ってごらん。
話してごらん優しい好きな話をしてごらん優しい、なんか何でも拾ってあげるから何でも、うん、いや、どうぞどうぞ。そう言われるといい、やっぱちょっと。あ、決められた方がいい。はい、あー、なるほどね。ほんで、あったあった。じゃあ、タケコプターってどう思う？タケコプター、空を飛ぶ道具みたいな、はい。タケコプターがあったら、どこ行きたいか言ってごらん。じゃあ何でも拾ってあげるから実家。あ、実家。じゃあ、でも拾ったっすもんあ、なるほどね。もういいわ。なるほど、わかった、ありがとう。そんだけ帰りたいってことです。あ、逆にね。逆にあ、ね、いや、親を愛してるってことですよ。あー、もう大事だわ、もうそういうのね。本当に間違いない。本当にバス乗りました。おー、マリコ、いつものなかなかバス乗れないよ。はい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 、うん、俺フィリピンこの時間に行ったらバス乗ってるんですね。ねえ、なんかね、運転手かなって思うけど。いや、危ないですよ。事故手間は。ね。あきさん、かっこいいって書かれてるよ。あ、はい、ありがとうございます。なんかすごい、あれだね、ニコ生上でね、こうイケメンキャラとしてね、画面通せば大丈夫なんですけど、生でちょっと見れないですよ。いや、そんなことないよ。ルイルイかっこいい。当たり前やろ。あの、こんなん言うたらね、僕あんま知らん、僕のことあんま知らんやつは調子乗ってると思われる。もう乗って、もうね、乗ってていいだろっていう。乗っていいと思うもん、みんな。乗って控えめなホスト多いな、最近。めっちゃ嫌いな。もう、本当に。それはね、思います。うん、はい、思います、確かに。もう攻めてと思うもん。確かに思います。攻め感は必要だよ、本当に。なんかね、こう男らしさが足らんとね。いや、足らん。足らん。足らん。まあ、見てる女子に聞きたいけど、男らしい男性ってどんな人って思う。それをちょっと回答しまーす。どう、みんな聞きたいですね。皆さんどうですか、男らしい男って。どういう感じの人。男らしい男。男らしいですか。もう P は本当に男らしいよ。好き。もう寝起きでそのまんまで家出るから。はい、もう携帯鳴るでしょ、アラームで。その携帯を取ってもバッてもそろってる。僕はあの、見てきます。僕はあの、目覚まし時計毎日潰してますよね。やっぱり外からすぎてこうやって止めるバーン。握り潰してますで、帰りがてらに、あの、目覚まし時計買っていくっていうのがもう、そうなんですよね、日々のローテーションです。毎日潰してます。はい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 、握力強そう。野球の世界でもそういうのあるよね。ルーティーンって言って、はいはい、いつも決まった動きをするっていう験担ぎ。ああ。例えばバッターボックスに右足から入って、あの左、あの右の袖をこう直して、左の袖を直してから構えるとか。ありますあります。それをなんかルーティーンって言ってすごい気にする人はいるみたい。あ、うん、イチローもそうみたい。決まりを変えないっていう。そう、ね、そう、なんか球場もどっちの足から入るとか。そうゴルフ選手でも左だからグローブつけてとか。そう、一回帽子直してから打つとかね。ありますね。なんかゲームを担ぐっていう。だから初日でね、あの一品の営業でね、あのうち の, あの主任がね、シャンパン入れてましたけどね。はい、あの一品にシャンパン入れるといいって。それもやっぱ験担ぎでね。そうですね。験担ぐ人多いけど、あ、ジンクスっていうか、うん、そう、そういうのあると思うよ。自分の中のね、ね、ほんとね、愛してる、ありがとう、俺も愛してるよ。ふふ、飛ばそうか。愛と無知。愛と無知ね。ね、ほんとね、なんか男らしいの、その何個か上がってますけどね。ギャンブルしない人、うん、借金しない人、はい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 、うまい棒チーズを愛する人は男らしいだ。あー、いいね、ごめんね、言ったあれに拾ってなかったな。そうだね。あー、やっぱうまい棒好きだわ。うまい棒の納豆味初めて食った時の衝撃だわ。あれ美味しいですよね。忘れられないね。めっちゃ美味しいよね。あれ美味しい。うん、ほんとね、納豆がちょっとダメなんですよね。うん、冷た。冷た。ここ一番で冷た。まあ、全く脳細胞がとろけてた。トルントルン。いや、本当あのチーズと一緒にとろけるチーズになった。とろけるチーズっていう文字読んでたら。なるほど。ね、ネットね。朝ごはんもりもり。
ね、納豆が苦手なの？はい、ちょっとね。ね、納豆はどういうところが苦手なの？匂いがちょっときついなと思って。あ、匂いがね。はい、ネバネバ感がもうちょっとダメです。僕嫌いな食べ物で、大体匂い見よったら分かるんですよ、もう。うん、これ食べれるか食べられんかっていうのが。あ、ホソースの料理のやつ見たよ。あー、すごいじゃん。どうやったっけ。おお、ね、かぼちゃ料理を僕が作ってるやつなんですけど。はいはいはい、はい、見よう見よう。どうやって見れるの。ルイかぼちゃで検索したら出てくる。あ、出てこないですね。かぼちゃって、はい、ただ単にかぼちゃが出てくる。あ、ほんとだ。ルイかぼちゃ画像出たら出てくる。で、名前かこれ。あ、いやもういいじゃない。知らない。あ、わかった。じゃあちょっとそれをじゃあ、ね、やりましょうか。あと1回 CM 残ってるからね。じゃあお願いします。はい、はい、その前でやっていきます。はい、コロテロリやられたらやり返す倍返しだ。クラブスコープ。なんでクラブスコードに通わなかったんだろう。今日から週3だ。クラブスコープ。部下の未来は上司の、上司の先は部下の。ユースキグループクラブスコープ。はいはい、CM 開けました。開けました。はい、いやいや話してて、今ちょっとやってるから。はい、うん。カマ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 じゃん。カマ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 、すげえ。やるしか、執念だよね、ここまで来たら。いや、もうこれはもう後で本気のカマカマを見せるしかないよ、これは。あ、ガチ本気で打つ、ガチガチカマ。すごい言い歌ですけどね、あれ。なんだっけ、歌詞名がまたちょっと面白いんだよね。歌詞名がね、カーマは気まぐれって。あ、そうカーマは気まぐれ。もう誰に対しての何やねんって。誰かも分かんないです。誰かも分かんないけど、カーマってね、きっとどっかの外人の方やと思う。なんか歌詞どうなの。歌詞はね、合ってないようなもんですからね。英語合ってない。英語やからね。英語なんで全部。あ、一回 PV を見たことがあるんやけど、はい、全員ね、ニューハーフの人が出てたから。PV に確か多分ね、そんな感じだったと思う。で、ちょっとどういう意味があるかはちょっと探ってなかった。全然意味が分かんないですね。ラビリンス、カーマ、リヒト、なんか名前つけてもらって。ありがとうございます。はい、今スタジオの方に今送りましたんで、準備できたら流してください。はい。じゃあ時間もそっとあれだし、この後画像を出したりとかあるから、はい、その間に、はい、皆さんお待ちかねの、はい、オス長、リヒトの、はい、リヒト、オス長の、はい、本気の、本気のカーマ気まぐれ。エコーお願いします。はい、エコーお願いします。よろしいですか。あ、僕はポンジュースです、ちなみに。あ、もう僕もポンジュースですか。いや、違います。それ半年賞味期限切れてます。だから体調悪いんだな。茶色いですもんね、普通に。はい、行きましょうか。じゃあ、エコーいいですか、準備。そう。はい、せーの、3、2、1。カマ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 カミヤラレレで、いやーってちょっと疲れたぞ、今。冷房お願いします。すいません。
俺も暑いわ一気にも体温上がった本当にもうめっちゃこっちから入れて暑っしんど生カマでしたよ俺初めて見た出てるわこれはいやカーマよかったありがとうございます今まで一番力強いカーマを出してくれたもう揺れる揺れるもんこの前のねあのホスオスさんのね独占取材の料理のやつをじゃちょっといいですか、はい、出せますかはいはいうちのねおっドゥリーダーが頑張ってくれましたはい、できないなりにもうね結構すごいねちゃんとしたやつでね僕も出来上がったの見てびっくりしましたけどねあクオリティ高いなって思いながらねねほらもうせいやもう喋ってって言われてるよ頑張ろうバスだバスだあ、これね。あ、これね。いきなりこれちゃった。まあ、なんかちょっと順不動でね、あれですけどね。これあの、もう隠し味を1枚目にさらしてる。あー、なるほど。この、こそ染めを入れるのが。あの、ナイツみたいな感じで。おー。コン染めですか。コソ染め。あ、コソ染めね。コソ染め。コソ染め。コンソメをこれ何に入れたの？これはね、あのかぼちゃのクリームにうわうまそう、に、隠し味ちょっとだけ入れるはい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 あ、これあ、これアキくんですねあ、どうアキくんそうですで、右端はあの、知らないおじさんですあ、知らないおじさん知らない何入っとんねん何入っとん何やばよ何やばよピンポーンってきて、あの、ええ匂いしたんであ、なるほどあ、すごい税理士ドアつかましいやつが来たんでドアつかましいなぁこれねあ、めっちゃちゃんとしてるじゃんはい、もうちゃんとガチ料理って感じですもともと料理はやっぱできるのいやあんましなかったんですけどああやっぱりあのセンスがいいんだねなんか何でもできるわお前ああでもやらなあかんと思ってなるほどなるほど自分なりにやってみたらまあまあ意外とできちゃったみたいなあえあのなんか後ろに切ってあるのはあれはハート型のパソはいパソパンからああはいパソ誰も突っ込んでくれなかったからコソサメのテンションで言ったら大きくしたそういう時は的なりのやつを攻めてくださいあ、はいはいはいこれそうですねかわいいパンをねああいうなんかね可愛かったね今ねハート型にしてすごいなパン練るところから作るのクリームルイルイってあのクリームシチューみたいにクリームルイルハート型のパソっていうハート型のパソパソ文字にするとめちゃくちゃなんか面白い文字にするともう最高ですねめっちゃかわいいハート型のパソいやでも可愛いもん作るねいやほんと可愛いあんなもうルイが作った料理なんても食べたいものもいっぱいあるんじゃないうまいですかうんうまいですかまあ料理がね全然いいですよやっぱ料理ねせいやに振ってあげてくださいせいやはハート型のパソについてどう思うもうパソはもう聞いた瞬間もう吹き損の何おおいいねえねえ聞いてるよ何を吹き損だった何を吹き損だったパンソーだパソパソみたいなカンバ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 あそこでですかもう拾えなくなったからカーマしかないもう48プソだよもう目する早いなねえリスナープレゼント料理をこれは大丈夫か怖いぞ何ですか何ですかリスナープレゼント見てる人に、はいあれね、あの料理を作った手料理をプレゼントしたらみたいなコメントがあったけどもう却下しますそうですちょっとお腹壊されたらちょっとね、なかなかねいろいろありますからお腹壊されるとねあれですからねね本当にこの番組が大きくなるんだったらねそれはもう全然あれですけどねできるかもしれないねそういうのもいいかもねしてもね全然いいと思いますけどねあのホスト長もなんか料理が確か得意だったよ僕はもう中華料理に関してはああもうそうだそうだ得意な中華料理は天津飯天津飯ああやっぱりさっきから Z 選手の話題が出てるからさっきからドラゴンボールネタなんかだったあのハゲのやつの名前クソソソでしたねクソソソそう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 そ
サラマステさん超好きだね。名言です。名言ですよね。あのここ一番目立ったところです。42巻ある中で一番目立ったところ。セルジュニア。そうそうそう。サイバイマン。あ、サイバイマン。サイバイマン。そクソソソの。最初の。クソソソ。クソソソ。そう、ソキと。ちょっとなんか読めるんですね。いやーね、ありがとうね。もう喋ってみんな、あと10分だよ。あーもう、あーです、ね、あーもういい書き込みしてくれた。チャオズ、チャオズの上の書き込み上、チャオズの上。芸術の秋だし、来週絵描いて、あー行こう、いいですね。あコメントで何描いてって言われて、それをホワイトボードとペンあるから、あ、いいですね。それを描いて、はい、見せていって、誰が一番良かったかをまたコメントでね、あー、いいですね。W と8の数で決めてもらう。おー、しましょう、そうしましょう。面白そうじゃない、いいじゃない、そういうの数えるの結構時間かかる。いいですね、それは。ああ、急いでやっていこうか。はい、面白そうです。それで、ね、そういうどんどんやっぱりね、このネットテレビのいいところはこのレスポンス、コール&レスポンスがあるっていう。そうなんですよね。どんどん活用していこう。はいはい。ああ、ええー、ね。ああ、そういうのいいね。ええー、なー、ええー、なー。デッサンいきなり来たからちょっと面白かった。はいはい。デッサン、なんか歴史的感覚がドラえもん。絵心あるのってね、どう？僕は自信ないですね。全く自信ないです。ひどい。やばいです。かなり字があんま綺麗じゃないんで、もともと。ああ、なるほどね。書くっていう行為が多分あんまり得意じゃないんですかね。はい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 。あれでもやっぱ絶対ルイルイうまいと思うって書かれてる。やっぱ器用なイメージ持たれてるのかな。嬉しいけどね、そのイメージ持たれてるのはね。じゃあちょっと練習しようかな、期待を裏切らへんように。やっぱりね、秋は、うん、大体男の子はほらさ、こう例えばなんかそれこそあの孫悟空をちょっと描いてみようみたいな あるじゃないですか。はい、ね、そういうのなかった？昔はこういうのをやってやりましたよみたいなの。あれですね、なんかノートの下に漫画を載っけて写し書きしかやってなかったんで。あ、その時は何を写し書きしたの？ポケモンですね。はぁ、なるほど。ポケモン、なるほど。何書いてたの？ピカチュウです。タケシ、タケシ、目細い、目、ポケモンじゃない、人間みたいな。おせ友達になんでタケシかねん。まずピカチュウから書けようって言われたよね。はい、ね、しかもサトシでもサトシサトシを飛んでタケシ。もうタケシはあの影響にあるですからね、子供の女好きっていうね。あー、あー、そっかそっか。もう好きあらばえとサトミ看護婦、看護婦です。看護婦、看護婦を見るたびにムラムラしてますからね、やつは。あ、ポケモンセンター影響にある。そう、その看護婦のね、のメソ、メソポ、メソポ、メソポ。おい怖い怖い。ほら、ちょ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 不安定ぐらい。今ってコメントなんぼなんですか？ちなみにコメントはね、もう1000は超えてますよ。はいはい。1192。残り5分。残り5分ね。残り5分でね。もっと増やそう。ですね。そうしましょう。もうみんながコメントをしたくなるような。はい。コートをしましょうか。うん、じゃあもう好きな、好きなアルファベットをみんな書いて、1個。はい、書くですか？書くですか？書き込みするだけ。これは上がるんじゃない？上がりますね。A から Z まであるからね。誰が得するんですか？コメント忘れますけどね。誰も多分得しないです。得しないね。ワンチャンカマカマ。犬がカマカマしたらこんな感じですよ、とかと。そういうことかな。ワンチャンスでカマカマ。あー、あー、好きなアルファベット1個打って、って言ったら、ピーって。ピーピー。嬉しいな。自作かなって思うけどね。嬉しい。R、R って。R って何？これ、藤本さん。R。おぉ、ロキソニンかなって思って。なんで。ロキソニン S のことだ。ロキソニン L、 L って何？ L って何？ L？ ロキソニン、ロキソニン何？どっちどっち。ロキソニン L か R かちょっとはっきりした方がいいかもしれないです。レフトライトみたいなね、本当レフトライトで。あれ。H って何？ H 多いですね。H H H なんだろう。今度 H。あ、春かもかかってる。ああ、そうだ。はいはいはい。あ、初めての宙にもかかってんのかな、もしかしたら。それはロマンチックすぎです。
あ、P はナメ動物に先に言うとこだ。P はナメ、コメント飛ばしまーす。はーい、飛ばアキ、アキさん、アキ顔アップしてるんだって、一回じゃあアキが顔アップちょっと見せたら、はい、いいやもうそんなこと。怖い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 。ね、そんな感じですけどね。あと5分しかないんでね、どうです、もう、あ、3分か、あと3分、あと3分と、カップ麺のお湯入れて。今月、もう10月ですよ、もう10月ですよ、20日に、バースデーイベント、バースデーイベントをやります、はい、ハロウィンイベント、ハロウィンイベントは29日になります、はい、AJ デーが毎週火曜日、はい、ね。で、ハロウィンみんなどうするの？ハロウィン、あー、いいね。おー、ハロウィン、僕はね、どうしようかな、あれの、あの格好しようかなって思ってんの。はいはい、何ですか？あの、ティムポさんの格好をしていこうかな。はいはい、ティムポ兄さんの格好してる。ティムニー、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 ティム、これ変に取られたら、誤解されたらどうしよう。ティムニー、いや誤解してまうでしょ。ティムポさんって言ってた。ティムポさんのティムニーの。ティムニー、あー、あと昇格祭はちょっとないんですよね。あ、そうなんですよ、はい、あ、昇格祭はね、もう一声、もう一声だったの。早くね、俺、支配人をね、支配人を作りたいな、まあ、支配してほしいな、AJ を、はいはい、支配、なんでいきなりこうやって狙ってる、支配人狙ってる、支配、そう、そう、支配人狙ってる、さてはさてはさてはかっこいいですよね、響きが、支配、支配人ね、かっこいいな。役職三文字ってやっぱかっこいいもん。なるほど、なるほど。いやー、ねー、ルイは裸、裸、裸でどういうことなんでしょうね、裸、まさかフリーザこの流れからのフリーザ、フリーザかもしれないです、完全形態ね、完全形態、どういうことなんでしょうね、これはちょっと。いやー、もうね、あー、もう1分ですよ、1分前、1分やだなー、何しよう、もうやだ、もう早い早い、早い、終わりたくない、ね、まあね、ハロウィンとね、はい、リキと、ホスト長のね、バースデーをね、楽しみにしてください。はい、はいはい、もう10月は盛りだくさんでやりますから、盛りだくさんで、盛り盛りやるんで、みんな盛り上げてね、頑張ってやっていきましょう。はいはい、はい、もうせいや、はい、最後、締めて、締めて、締めよう、せいやの一番好きな一言を大声で叫ぼう。30秒前。せーの、3、3、2、2、1。ニコラは最高！クソ。クソ。クソ。あかん。クソ野郎。あの目は結構泣きそうな目です。結構、トールメンタルなんで。いや、でも俺ね、好きな人にしかクソって言わない。あ、ちょっと元気になった。だから、はっきり言った。ちょっと元気、また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。見てね、見てね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。